始まりました第1回銅像選手権。こちらはその名の通り、おのおの決められたスペース内で銅像を作っていただき、コメントで一番票の多かった銅像を作った方が優勝となります。7問3制限時間はありますか？おじじさんいい質問ですね。今回は15分間としましょう。それでは銅像選手権開始。さあ、あて何作るか全く無計画だけど、まあなんとかなるでしょ。無意識に JK のノート銅像作ってたら通報してくれ。よしよし、形が見えてきました。他の方たちもだいぶ苦戦しているみたいですね。おじじさんまだ全然進んでないみたいですけど大丈夫ですか？もう8割完成してます。舐めてるんですか？ライチさん結構大規模ですけど時間間に合いそうですか？ピッケル誤って奈落に捨てちゃいました。それは良かったです。はい、もうすぐタイムリミットなので各自仕上げしてください。はーい。はい、オッケー。次の収録ミス分の撮影と良かった。エンド行く前に収録ミスに気がついて。それではおのおの完成したということで早速見ていきましょう。ではまずウパさんの銅像からですね。ウパさんなんですか、この化け物は？お化けです。は？自己紹介とかではなく、成仏してくれメンス。勝手に殺さないでください。言われてみれば確かに手の形でお化けだってわかりますね。それではお次はヒマジンさんかな。最初チビゾンビ作ろうとしたのですが、なんだかんだあって、自分のスキンを作りました。は？NHK のキャラではなく、成仏してくれメンス。なんでですか、ほらうまく再現できてるでしょ。よくよく見たらスキン NHK に寄せてね。いかん見れば見るほど NHK のキャラに見えてきたから、ひとまずモザイクしとこ。ちょっとなんでそんなことするんですか。さてお次は私の番ですね。これは確かなりの自信作なんですけど、わかりますか？ああわかるわかる。すごい、七問さんにしてはお上手ですね。お、さすがに全員わかってくれましたか。それでは一斉ので答えましょう。一斉の。ウーパールーパー。おお、ちょっと待て。いやいや、どう見てもスイ君でしょ。え？悪いことは言わない、これウーパーってことにしとけ。どう見てもウーパーです。ウーパーですね。やりました。はい、私はウーパーを作りました。うまーい。そして次がおじじさんですね。おじじさん、これはとですね。あ、そのまんまなんですね。このドドンってな。そしてそのお隣がメトクマさんですね。これはもう7問ってことでいいですか？ちっちっち、これはただの7問じゃないんだぜ。まず見ての通り枠をはみ出してるんですよね。これには深い理由があって、まず7問さんには枠にとらわれるような人であって欲しくはない。そもそも人ではない、そういうことなんですよ。バカにしてんのかごら。それではお待たせしました、ラストはライチさんですね。ライチさんのこれ一体何なんです？人の形に見えなくもないですけど。アチョウです。今なんて？アチョウです。アチョウってあのアチョウ？そのアチョウですね。はぁ？すみません、時間が足らず少し下手でしたね。いや、うまい下手の問題じゃない。なんでアチョウを作ろうとしたの？ひとまず以上で銅像選手権終わります。ぜひ誰の銅像が良かったかコメントしてみてね。票を集計して次回の動画で優勝者を決めたいと思います。はいはい、どうも。いきなりですが問題です。私は今このワンブロ生活で欠かせないある建物を建ててます。さてそれは一体何でしょう？ヒントはスカイブロックです。あー、これはちょっと特大ヒントすぎましたかね。小屋バレちゃったかなー。はい、そうです、神社ですね。まあブロックに限りがあったのでぐっと凝縮させていただきましたが、もしかして鳥居さえ作れば神社ができると思ってる？いやいや、鳥居が本体みたいなもんでしょ。じゃあお前なんだ。パチンコの前に鳥居が置かれてたらこれも神社扱いになるのか？神社扱いになりますね。今すぐ日本から出てけ。でも見てくださいよ。この神社1エメラルドでおみくじが引けちゃうんです。メンバーから金をむしり取って、かつ視聴者さんに笑いを提供する。これこそが真の実況者としてのあり方ではないのでしょうか。誰だ、七吉なんて1ミリも面白くねえ。おみくじ作ったやつふざけんじゃねえぞ。おめえ何がしてんだよ、情緒不安定野郎が。お、こんなところに野生の神社が。ライチさんもおみくじいかがです？この神社のおみくじは当たると私の中で好評ですよ。それではお言葉に甘えて、ポチッとな。なんで無言なんですか？私にも見せてくださいよ。笑わないでくださいよ。そんなメンバーをあざ笑う真似はしませんよ。なんてたって私はライチさんの味方ですか。大丈夫だー。ぶっちゃ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 。よりによって代表引き当てるとか、わら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 。ねえ、今どんな気持ち？どんな気持ち？わーい、おみくじ。歌おみくじ大好き。次俺もやりたいやりたい。はっはっは、おみくじ大繁盛でおじちゃんも嬉しいぞい。だーあれだこのじじい。さて何が出るかな出るかな。大凶でした。君たちもしかして裏で合わせてる？お、俺は吉だった。自分は末吉でしたね。あ、なんだただ前半二人が運悪いだけだったのね。まあそれはひとまず置いといて、さっきからチラチラ映ってて気になってたんですけど。なんでこんなところに墓地があるの？ようこそ大凶被害者の家へ。一緒のお墓で眠りましょう。その前に大凶から上引いてる輩を皆殺しにしましょう。わかった、あれただのお墓じゃねえ。大凶の墓場だ。てかさりげなくメトクマも大凶引いてんなよ。私も大凶です、入れてください。ようこそ歓迎しますよ。わーい、友達増えた。私も良ければ入れてください。七門さんは何を惹かれました？七吉です。悪霊退散しお負けしよ。あっち行けしし。大凶以外は悪霊扱いなの？さてあれから準備が終わり、いよいよエンドラ討伐に向かいます。これって環境以外いたって普通のバニラマイクラなんだよな。え、そのはずですよ。俺ら普通のエンドラ討伐するの無人島以来じゃね。言われてみれば確かに。崩壊都市はミュータントエンダーマンに邪魔をされ、何かがおかしい世界では火の海の中突撃しましたよね。そう考えると私のマルチシリーズってクソ鬼畜だったんですね。さてそれでは準備ができたところで行きましょうか。ヒマジンさんは装備大丈夫？ベッド係です。納得。それではいざ出陣。
さあ始まりましたエンドラ戦。エリトラ部隊でクリスタル破壊しましょう。闇は限りがあるので注意してください。よし順調に破壊していってるよ。いやーこの感じ懐かしいですね。普通ってこんな平和なんだなって。私もしかしてとんでもないマルチに参加しちゃいました。ようこそ地獄へ。クリスタル破壊完了です。それじゃベッド特攻準備しますね。お、一瞬で奴の体力3割持っていかれたな。この時、彼女はとあることを思い浮かべていた。あれ？これ5分もしないうちに倒せちゃうんじゃね？そんなまさかと恐る恐る体力ゲージを見る。するとなんということでしょう。わずか3分で体力が半分切ってるではありませんか。これはまずい。まずすぎると動画の尺を心配しだした7問。この状況を打破するために考えた結果ある結論にたどり着く。そうだ後ろからメンバーを襲撃しよう。まさにクズである。正解話してたらもう体力が残りわずかに。はい全員集合。第1回バトルロワイヤル開催します。はい用意どんどっからでもかかってこい。こんな状況で何言ってんだおめえ。待って全員攻撃やめて。尺が倒しましたね。タイムは7分ちょいです。いやー、脳幹。何班長みたいなこと言ってるんですか。ねえみんな一生のお願いもう一戦やろ。じゃないと私今ここで出口壊して一生このエンドに閉じ込めるから。うわー。さてさて本当の開拓を進めましょう。まずはマルチを効率的に進めていく上で欠かせない掲示板を作りました。マルチってなかなか全員に指示を与えるのが難しいのでね。今後は掲示板経由で指示していきましょう。ついでに今作ってほしいものも書いておきましょっと。お、テトさんの象徴か。これは俺が担当しますぜ。早速掲示板が役に立ちましたね。それじゃメトさんテトさんよろしくね。そしたらその間に私と暇人さんで村人さんの家を作りましょう。バニラの村の家量産でも大丈夫ですかね。質より量を詰めればなんでもいい。ここで中途半端に残ってるいろんなブロック使っていきます。ほら16茶も16種類の茶が奇跡的にマッチしてあの味になったじゃないですか。ワンチャンここでも奇跡的にマッチできたり。16茶ってすげーんだな。何あのゴミ箱。16茶に破れた哀れな建物ですね。7問さんテトさん完成したよ。え、めっちゃ早くない？テトさんってそんな簡単にできるの？テトさんなんていっちゃん簡単よ。テトさん今頃泣いてますよ。それでテトさんのシンボルはどこに？これこれ。もしかしてテトさんのこと嫌い？いやいやこれテトさんのアイコンですよ。ほらよく見ると似てない。いつ眼科行きます？わかったそこまで言うなら最初の挨拶やってみろよ。絶対わかんねえから。おうそこまで言うならやってやるよこの野郎。はいどうもー。ゆっくり実況者の7問と、メトクマと、テトです。3人合わせてー。空組です。違和感しかねえだろうが。さてそれでは本日最後に本当に記念物を作りましょう。というもの個人的な話、4月の28日で初投稿から2周年となるんです。なのでここまで頑張った自分へのご褒美と思いましてね。せっかくなら今回は綺麗な形で終わりたいですよね。はい土台はある程度まで完成しました。土台さえ作っちゃえばあとは簡単。文字の形に石を掘っていけば完成というわけですね。おめでとう。いやなんだおめでとうってバカにしてんのか。それでは最後に本当紹介して終わりましょう。まずはみんな大好き神社。50% の確率で大凶が出るみたいです。おっかしいな大凶金とか入れてたのになんで誰も引かなかったんだよ。そしておのおのの島も少しずつ手をつけていってます。次回に一斉に島紹介しますのでお楽しみにね。そしてお気づきの方もいると思いますが、実は裏でリアンさんの象徴でステファニー像を作りました。やっぱりアンさんと言ったらステファニーですよね。その隣のテトさんがクッソしょぼく見える。そして主に暇人さんが村人の居住区を作ってくれました。建物自体はシンプルですけど住めれば何でもいいんです。あとは噴水だったり、ちょっとした畑、そして2周年記念のおめでとうがあります。さてさていかがだったでしょうか。もしこの動画が面白いと思ったら高評価、コメント、そしてチャンネル登録をぜひお願いします。それでは今回はここまで。次回もまた見てね。